どうも、長森大です。片野慎一郎です。今回は1965年公開、あの大怪獣の初登場作品である大怪獣ガメラについてなんですけど。昭和ガメラですか？そうです。俺は一本も見たことないですね。僕も平成ガメラは大好きだったんですが、昭和ガメラは生まれて初めて見ました。で、実は今回視聴者の方から昭和ガメラと DVD ボックスを丸ごといただいたので、全作品感想動画を上げていこうと思ったんですよ。何それなんかゴジラの時もボックス丸ごといただいたとか言ってなかったカエルの井戸端会議は皆様からの応援により支えられておりますってところで、まずざっくりあらすじからいきますと、北極に起こした核爆弾の影響で数千年前のアトランティスにいた伝説の怪獣ガメラが目を覚ました。攻撃が効かず空を飛び火を食らうこの無敵の怪獣を人類はどう処理するのかって感じの話なんですけど、シリーズ開始の一発目といいますか、今作は単独怪獣映画であり、基本的にはガメラのキャラ説明作品って感じなんですよね。最初からアトランティス生まれって設定だったんですね。そうなんですよ。でガメラって最初からゴジラとの差別化という観点で生まれたことが本当によくわかるいい映画なんですよ。まずガメラはゴジラと違って核の影響で生まれたわけではなく、核の熱によって冬眠から目が覚めただけの伝説の生き物って感じなんですよね。でゴジラは自衛隊の兵器とかが単純に効かないって感じですが、熱そのものを食料にしているガメラはどっちかっていうと吸収しちゃうイメージの方が強く、ミサイルで攻撃しても余計に元気にしちゃうって雰囲気なんですよ。やもんで日本に上陸して暴れている理由も、初代ゴジラのように火を憎んでいるって感じじゃなくて、お腹が空いて食料である熱源を求めているだけって感じなんですよね。吸収しちゃうって割と厄介な感じの怪獣なんですね。平成ガメラのイメージで見ちゃうと、パトリオットミサイルで撃墜されちゃう印象のせいで、つまり人類の兵器が通じるイメージが強いせいで、個人的には初代ガメラのこの無敵感に非常に驚きました。無敵ってある意味ゴジラと対極の概念の印象なんで。あとゴジラとの最大の差別化として、ガメラはなぜか人間の子供が好きなんですよね。んでカメをこよなく愛するトシオという少年がいきなり現れたガメラを近くで見ようと灯台を駆け上がり、なぜかガメラがその灯台を破壊しちゃって落っこちそうになった時、その大きな手でトシオを受け止めるという若干自作自演感も覚える人間の子供への慈愛により、トシオもガメラのことが大好きなんですよ。でこの視点を得ることによって、ガメラは本当に人類の敵なのか悪いやつなのか、問答無用で倒すことだけを考えていいのかという人類の敵であるゴジラと違った特性を身にまといます。ちょっと面白い見せ方ですねですがそのゴジラとの差別化によってちょっと物語の雲行きが怪しくなっちゃうんですよね、無敵のガメラを殺すことに成功したとしても後味が悪い、空腹を満たしきった後怪人と化した日本に背を向けて海に帰っていってしまっても後味が悪いって感じになっちゃって、要はどう落とすのかって雰囲気になっちゃうんですよ。すっげえ強いけど悪いやつじゃないが、生態自体が人間にとって災害となっているガメラをどう処理するのがベストかって風になっちゃうんですよね。それは確かに人類の攻撃が通用しないより厄介ですね。んでこの映画はそんなガメラに対する人類の対抗策がいちいち面白いんですよね、大きく2つあるんですが、まず1つ目、倒そうにも通常兵器どころか核爆弾すら全く効かないガメラに対し、北極で冬眠していたことから寒さには弱い可能性に着目して冷凍爆弾で行動不能にしてしまおうってなるんですよ。ただその冷凍爆弾は試作品のためわずか10分間しかガメラを行動不能にできない、ならばどうするか、そうガメラはカメであることに着目するんですよ。全然先が読めないけど、カメならどうすんの山の頂上でガメラに冷凍爆弾をぶち当てて動けなくし、その10分間の間にダイナマイトで崖崩れを引き起こしガメラをひっくり返してしまおうって完全無欠の作戦を人類が立てるんですよね。なぜならカメは自力ではひっくり返れないですから、あとはほっとけば餓死するだけという完璧な作戦なんですよ。まあ残酷なんだか残酷じゃないんだか正直よくわかりませんが、ガメラを素直にカメ扱いするって一瞬って面白いですね。でもうすでにガメラが空を飛べることしてる僕のような視聴者にはぶっちゃけ先が読めてしまう展開なんですが、多分初見の当時の小学生は驚愕したんじゃないでしょうか。もうお分かりの通り、この場面は人類がガメラが空を飛べることを知る記念すべき初の場面なんですよね。一応伏線が張ってあって、映画冒頭でガメラが目を覚ました後に世界中で観測されていた空飛ぶ円盤の正体がまさかガメラだったとはってなる場面なんですよ。確かに初見だったら驚愕っすね。まあ僕の正直な感想として、カメは自力でひっくり返れないという着目点に対して、そもそも二足歩行のガメラに通常のカメの常識を当てはめるのはどうなんでしょうかってぶっちゃけちょっと思っちゃったんですけど、きっとこの作戦を考案した博士はそんなことも頭に浮かばないほど切羽詰まっていたんでしょうね。んでなんやかんやありながらガメラは東京に来ちゃって、街を燃やしながら火を食べ続けて日本は大パニックになっちゃうんですよ。冷凍爆弾も決定打にならず、ひっくり返し作戦も失敗、下手にミサイルぶち込んだら余計に元気になる。じゃあどうするのか、そこで出てくるのがジェットプランという謎の計画なんですよ。何そのかっこいい名前どんな計画なの実は今作ってこういう作戦を人類が思いついた時に、これこれこういう作戦
なんだって説明が一切入らず、実際に計画が実行された後に補足説明が入る流れなんで、いい意味で肝心なところは全く先が読めないんですよ。で、Z プランというのは、伊豆大島にあるアメリカとソ連の共同研究所にカメラをおびき寄せて何かしてやろうってことしかわからないんですが、ここ個人的にめっちゃ面白かったんですよ。はいはい。さっき僕、人間の敵じゃないガメラを殺せてしまっても後味悪い、日本壊滅させられても後味悪い、どうすれば今作をいい感じに終わらせられるのかって言ったじゃないですか。はい。僕にはそのオチが全く想像もつかない中で、それに対する完全回答を見せてもらえたんですよ。めっちゃ気になる言い方っすよね。で、どうしたの？アメリカとソ連が伊豆大島で共同で行っていた研究とは、火星に探査機を飛ばすというものだったんですよね。それを利用するのが Z プラン。そうなんですよ。ロケットの先っぽにガメラを閉じ込めて火星に送ってしまうんですよ。マジで僕この地は本当に衝撃的でした。要は駆逐も共存もできないのであれば、広い海に逃してやろうって、まさかの少年×気象動物ものかのような終わり方なんですよね。聞いてるだけで衝撃的なんですけど。でも個人的にはこの科学力による力技的なオチは皮肉じゃなく本当によくできてると思ってまして、なぜなら無敵の怪獣ガメラの強さと人類の敵ではない感が完璧に両立できてると思うからなんですよね。ほうほう。しかも何がすごいって、こんだけ暴れ回って人類の攻撃にびくともせずピンチ描写が皆無だったにもかかわらず、ガメラが最後ちょっとかわいそうなところなんですよ。視聴者の保護欲、母性本能をくすぐる感じといいますか、ガメラって本当に初登場の時から絶妙に同情したくなる哀れさから醸し出されるかわいらしさをその身にまとっていたんですよね。その後の平成ガメラまで息づいているこの魅力は、最初から存在していた空気感だったことが分かって、僕の時には本当に衝撃的なデビュー作でした。すっげー強いけど微妙に頼りなくて多分いいやつって、本当によくこの絶妙なラインでゴジラと差別ができましたよね。この同情を誘うちょっとかわいそうな雰囲気って、制作者の方々がどこまで狙ったものなのかまでは分かりませんが、個人的にはキングオブモンスターゴジラに対するカウンターとしてマジで神の一手のようなキャラだと思いますね。これちょっと本当に面白そうですね。せっかくいただいた DVD なので、しんちゃんもちゃんと見て感想言ってもらいたいですってところで、じゃあお疲れっす。ぬかるな道を一人歩み、泥だらけの靴を引きずり、たらればいってらだきり、ギリギリ孤独スケッチ、孤独な旅路、ランチ、しょうもない街消えてけすきり。